来ていない。はい、おはようございます。山本ファミリーあゆみです。はい、本日はね、こっちから古民家の方に回っていこうと思うんですけど、はい、今日は何をしているかというと、今日はね、五冬日ということで、田んぼに水が回ってくる日なんですけど、それの水をね、見に行きたいと思います。水もう止めに行っちゃう。あ、止めに行っちゃう。うん。入っとるわよ。うん。入っとるわ。下のね、田んぼがまだやったけん。あ、ほんと。うん。はい、こんな感じでね、水が回ってきております。そして、そして、はい。ここでね、咳止めをしているので、開けます。うわぁ、すごい。よいしょ。はい。ここに置いといて、こっちにね、入ってくるのがうちの分なので、ここを止めときます。ぐっぐっとね。なら水はもう入ってこないので、下のね、方に流れていきます。こんな感じですね。はい。で、こっちね、古民家ですね。こっちは、うちんくの田んぼじゃないんですけど、綺麗に育ってますね。はい。で、ここのね、用水路から流れていってるので、これを、ウィーンと、ここからこう。で、あ、カラスさんがめっちゃいるじゃないですか。ここはもうなんかそのまんまでもいいって言ったけど。えんかな？で、もういっぱいこっちは水が入ってて、で、よいしょ。で、もうなんか、風でゴミがすごいことになってるので掃除しないといけないなという感じですけど、はい、ここね、めちゃくちゃ水が昨日ね、カラカラだったのが、はい、いっぱい入ったので、で、多分こっちももういい感じに水が入ったので、もうちょっと流してもいいけど、まあいけるでしょう。これでね、咳止めをしていきます。よいしょ。これでね、こうぐっとぐっと咳止めをします。これなんやろ、木や。で、こっちもね浮くので、ぐっと、よいしょ。
すると下のがね浮くんだよな。よいしょ、こっちから閉めた方がいいかな。ここ閉めて、ここ閉めて、いいんかな。なんか水が落ちてるけどいいのでしょうか。またじいじにね確認したいと思います。それではちょっと確認タイム。はい、確認を終えましてこんな感じになりました。ここね、間にね水が、ここの間から水がねジョボジョボ出てたんですけど、この間にね土をちょっとずつ入れるとそれのね圧で水が入らなくなりました。こっちがちょっと浮いてるのはねもう仕方ないんだって。っていう感じでね水入れ終わりました。はい、どうでしょうか。この後ね、防虫剤かな、殺虫剤降るということなので天気が持つかなって感じなんですけど、まあ雨降ってもねしなきゃいけないことなのでやっていきましょう。それではじいじ帰ってくるのを待ってみましょう。お疲れ様です。はい、キンタ、ミノルキンタ、もうこれ切りにして、うん、こっちはまたここへ引っ掛けて、うん、なんか今ゼロになっていて、うん、で、スイッチはここ、うん、これ充電式、うん、電池やろ。あ、そうなの。何でも入れてないね。で、これなんかさ、小中とかあるよ。大粒とか。うん、サイズの。一番小さい。で、これ除草剤。除草剤。途中でさ、草見つけたらどうしたら？抜いたね。止めてな。うん。早歩けるかな。それで2枚分、うん、全部入れたら、うん、1枚で、あ、まだあると思ってやってしまうけん、うん、上の方がちょっと狭いけん、うん、ちょっとだけ足して、で次植えするときはこれで切る。わかった、はい、じゃあ頑張ります。ではこんな感じでやっていきたいと思います。そこら辺から、オッケー、どっち側、右側が、水が盛りながら、こっち歩いたね、え、住み歩くん、うん、普通にで、その細粒を1管にぐらいで5秒も多分分かると思うよ。うわ、これ歩けるかな、歩けるかいの、もうちょっとこっちが悪い、全然飛んびょらんよ父さん、飛んびょらんよ、え、飛んびょらんよ、あの、それ開けないと。何を？人の再利用とか。お？今、大粒に帰らん？うん、ちゃうちゃうちゃう。再利用で。
1.5 ぐらいにしてくれたら OK。 ほんだらここは一軒、うん、初歩的ミスやん。そうや、1から1.5スイッチつけて、草刈りじゃないか、今度草刈り講習受けよう。